橋田深淵を目指せ。実はつい先日、冒険者協会にある特殊な依頼が届きました。慎重に検討いたしましたところ、やはり旅人が最も適した人選だろう。はい、いつもと同じですね。では早速ではありますが、この依頼を引き受けてはいただけませんでしょうか。はい、では簡単に説明いたしますね。本件はシャブ業からの依頼になります。どうやら獣域ハウンドの群れが陽光山一帯で神王の根を攻撃しているようなのです。獣域ハウンド？そいつらが鳴神島に現れたのか？はい、そうです。それら魔物が一体どこからやってきたのか分かりません。ただ今回は群れをなしており、規模も大きく、目標が明確で非常に攻撃的になっています。神王が稲妻にとってとても大切な存在であることをあなたたちもご存知ですよね。よかったです。ですのでこの件は至急対処しなければなりません。このこと天領奉行の人は知ってるのか？はい、彼らもすでに行動しています。ただ神王の根はとても複雑なもの。獣域ハウンドも神出鬼没で数が多く、対処するのが難しい状況でして、そのため彼らは住民を守ることを最優先事項としています。魔物を殲滅するために様々な勢力へと積極的に協力を求めているようです。また本件に対し冒険者協会も力を入れてサポートを行っております。しかし現状、各勢力による獣域ハウンドの討伐はまだあまり楽観のできない状況です。ありがとうございます。心強いお返事を聞けてとても安心しました。では獣域ハウンドの出没地点をマップに記しておきますね。それら魔物の殲滅をどうかよろしくお願いいたします。安心しろ、すぐ終わらせて帰ってくるぜ。まさかまた神王に関する事件が起こるなんてな。それに神王は花散る佐都さんがずっと守りたかったものだ。それをあの悪い犬たちがめちゃくちゃにしようとしてるなんて絶対に許せないな。椿の雷。やっ、行きましょう。ふっ、はっ、はっ、行きましょう。進軍、破竹のごとす。やっ、はっ、ふっ、見切りました。ここより弱滅の時。はっ、そこ、ふっ、せっ、さっ、狂いなさい。悪い、こんなに数が多いなんて。道理天領奉行の人たちが助けを求めるわけだ。頑張れ、ファイトだ。無我の境地へ。あなたたちでしたか。そういえば
天領奉行内部の混乱を解決して以来、随分と長く会っていませんでしたね。その口調、エイカ？一撃でやっつけるなんて、強い。とある用事のため、その最初の準備をしていたのです。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、今の人々の状況を目の当たりにしました。そのおかげで昔は分からなかった道理をある程度理解することができました。それ以来考え事に行き詰まると心ともなく外に出てみたくなるようになったのです。そうだよな、ずっと同じところにいたら息が詰まっちゃうし。念のため言っておきますが、これは決して娯楽目的ではありません。ここ最近、私は一心浄土のうちより外界で起きている変化を見てきました。とりわけ最も深刻なのが、獣域ハウンドが神王に対して攻撃を行っていることです。これについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました。そこで魔物を追ってここまで来たところ、こうしてあなたたちと会ったのです。もしこのことに気づいたのが将軍であって私でなかったら、放っていたかもしれません。お、どうしてだ？人形だったら助けてくれなかったのか？はい、私が人形に定めた規則では、こういった事件は三奉行に対処させるようになっています。しかし獣域ハウンドによる神王への攻撃は、私にとって過去に起きたあの災いの記憶を蘇らせるもの。過去に起きた災い？そう、500年前稲妻で起きた大きな災厄のことです。大地は漆黒の霧に包まれ、辺りには魔物がはびこりました。この災厄のせいで無数の命が奪われ、人々が苦労して建てた家々もそのほとんどが瓦礫へと変わり果ててしまった。魔物は稲妻の地で数々の猛威を振るいました。そしてこの獣域ハウンドこそがその魔物たちの先遣部隊だったのです。この魔物の責務は、鋭利な牙と爪で空間を切り裂いて道を作り、より強大な猛獣を呼び寄せること。どうやらあなたも聞いたことがあるようですね。あれは私が永遠に思い出したくない記憶でもあります。あなたたちからすれば、これら生物に対する私の行動は過剰だと思うかもしれませんが、しかしやりすぎるくらいでなければいけないことなのです。わかるような、よくわからないような。あなたたちも同じ事情で来たのですから、一緒に行動しましょう。付近にあった痕跡から見て、まだこの辺りには魔物が数多くいるようです。エイと一緒に行動できるのは、なんだかすごく安心感があるな。これが俗に言う強者が一緒にいる時に味わえる優越感ってやつか。そうだ、魔物を片付けたらカーンルイヤのことについて聞いてみようぜ。この色、神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ、早く行ってみよう。ご安心を。一緒に探索しよう。
幸い被害はそれほど大きなものではありませんでした。傷ついた神王の手当てはシャブ業に任せればいいでしょう。あの流れてるのって神王の樹液か？なんか光ってるけど、あれ？これってまさかこの人もう亡くなってるんじゃないか。今までも旅の途中で同じような現象をオイラたち見てきただろう。でもなんでこんなところに。二人とも辺りを確認してみましょう。俺はここで倒れるわけには。仲間たちのためにも俺は。おい、何があったんだ。お前たち何者だ。どうしてここに。早く逃げろ、猛獣がまた来るぞ。奴らに目をつけられたらもう逃げられない。俺たちは稲妻を守り最後まで戦い抜かねば。何？知らないのか。稲妻はもう暗き闇に覆われてしまったんだ。辺りには猛獣があふれかえっている。それだけじゃない、もっと凶悪な魔物もいるようだ。奴らには感情がなく、ただ全てを飲み込もうとしている。俺たち人間が存在した証もおそらく奴らに食らい尽くされてしまうだろう。でも周りには何もないぞ。まだその時じゃないってだけだ。奴らは必ず戻ってくる。だから早く逃げろ、もう時間がない。今は将軍様も狐西宮様もいらっしゃらない。頼れるのは自分たちだけだ。俺たちがあとどれぐらい持ちこたえられるか俺にもわからない。だがもし希望までも捨ててしまえば、それこそ本当に何も残らないだろう。慌てることはありません。私はここにいますよ。将軍様、お帰りになられてたんですね。お願いします、どうか我々を助けてください。どうか稲妻をお救いください。あなた様の無情なる来航がなければこの暗闇を払いのけることはできません。このままでは稲妻全部が猛獣の餌食となってしまいます。落ち着いてください、もうあの戦争は終わっています。終わった？一体何をおっしゃって。辺りをよく見ればわかります。草木は生い茂り、風も至極穏やかです。あなたの記憶にある平和な稲妻と何ら変わりないはずですよ。魔物もおらず、命を脅かすものもありません。確かに。しかし一体どうして。奴らはさっきまで近くにいたのに。つい先ほど私はこの目で見たんです、戦友たちの体が髪のように引き裂かれる姿を。おい、落ち着けって。もう大丈夫だ。ああ、そうか。将軍様が稲妻を救ってくださったのですね。将軍様を信じることはやはり最も正しい選択でした。将軍様がいる限り稲妻は永遠に安泰でしょう。ありがとうございます、将軍様。本当にありがとうございます。どうしたんだよ、一体。はい、もう消えてしまいました。オイラ、何が起きたのかよくわからなかったけど、でもなんだかすごく悲しくて絶望的な状況だったみたいだ。私の考えが正しければ、先ほどの一幕は
とある武士がこの地に残した記憶でしょう。神王は血脈から汚れを吸い取って浄化することができます。ハウンドに襲われた樹冠の傷から汚れが漏れ出し凝集して実体になったのでしょう。もし集まったのが凄まじい汚れであれば、形成された個体は強い攻撃性を持ちます。そしてその汚れが浄化された時、記憶となってそこに現れるのです。浄化された汚れはすぐに散逸し、再び血脈へと溶けていきます。言い換えれば、彼らは長く存在することができません。つまり過去に亡くなった人たちの記憶が今ここに現れたってことか？その通り。あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ500年前に稲妻で起きた災いなのです。はい、当時稲妻は数々の危機に直面していました。それは本土に関することもあれば、すでに滅びた王国カーンルイヤに関することもありました。稲妻の災いは私にとって決して看過できるものではありませんでした。すぐにでも私が介入しなければ、その災いはテイワット全土へと広がってしまう可能性さえあったのです。ただ私の友人であるキツネサイグーは私にこう言いました。周りにある力のすべてをもって稲妻を守る責務を担い、私の不安を取り除くと。誰も口にはしませんでしたが、私も彼女も分かっていました。その先にあるのが茨の道であること。それってカーンルイヤに災いが起こった時、稲妻も襲われてたってことか？はい、無数の魔物が突如稲妻に現れたのです。キツネサイグーは人々を守るため自らの命を捧げました。私は彼女の最後を見届けることはできませんでした。けれど彼女は命果てるその瞬間まで私との約束を果たしてくれていた。私はそう信じています。しかしそれでも稲妻の惨状は想像を絶するものでした。あの悲劇はこの大地に、そして私の心に大きな傷を残しました。えい。はい、失ったものがもたらす苦痛を私は直視することができませんでした。たとえたたり神を断ち切り魔獣を殲滅できる強大な武力を持っていたとしても、結局時間には抗えません。大切な人をとどめておくことはできないのです。しかし人間の願いを目にしてからは、私もいろいろと考えました。いつまでも過去にとらわれてばかりいるわけにはいきません。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、数百年にもわたる稲妻の進歩を、そして人々の可能性を見届けました。そのすべてが私の想像をはるかに上回るものでした。前進することは損失をもたらしますが、それはまた出会いも生み出します。先ほどの兵士も数々の失ったものを見届けながら、それでも前進して戦うことを選びました。あの時代の犠牲者が命を賭してでも追い求めた未来、彼らの心の中に存在したその風景は、私の望んだ永遠とは違っていたのかもしれません。稲妻の神として、今こそ彼らの期待に応える時です。かつてその血を流してきた兵士たち、その輝かしい魂はこの大地に眠っています。あなたたちの努力を忘れることはありません。エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。私たちはまだ被害を受けている神王を調査しなければなりません。
ヒュッ。やっぱりここにも獣液ハウンドがいたぞ。私に任せてください。ふっ、よし、さっ、ふっ、逃げ道はありません。無我の境地、裁きの雷。見切りました。あれ、 A の様子なんかおかしくないか。どうしてそのようなことを聞くのでしょう。普段ならもっと手際よく刀を抜いてシャキーンって一瞬で切り伏せるだろう。心配はいりません。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから最善の準備をしておかなければならないのです。もしより強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おお、さすが百戦錬磨の大将軍。この木の根は深い傷を負っているみたいだ。このことをシャブ行の人に伝えないと。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山。ん？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは。どうしてまたお帰りに。遠方の戦場？これも500年前の出来事なのか。私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより私に付き従っていた茶人です。古山は目が見えませんが、常人をはるかに超える神秘を備えています。彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよ。そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところでお客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。それでもよろしければこちらに座ってしばらくお休みになられませんか。何せ外はもう大混乱ですので。なあオイラたちどうしたらいいんだろう。そうなんだよ。外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだ。それに怪我人もいっぱいいて。そうですか。もうここまで攻めてきたのですね。付近の住民はもうほとんど逃げました。彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが、私は意味がないと思いここに残ったのです。将軍様がいらっしゃるのですから、私が逃げる理由などありません。それにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら、一体どこに逃げればいいというのでしょう。逃げるのは生き延びるため。行きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるため。しかし私にはあいにくそのような考えがありません。後悔や心残りもないのです。将軍様がお茶をたしなむとき、
いつも無双のことを私に話してくださいました。その話を聞いていると、たとえ長いこと光を失っていた私でも、稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気分になれたのです。時が経つにつれ、私は将軍様のロマンと夢のある考えを理解するようになりました。いつも言っていましたよ、美しきものは時の流れとともに変化し消えてゆく。だからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないと。それって、私はすでに無数の美しき物事を見てきました。たとえ最悪の今であっても何の不満もありません。それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょう。この災難の後、将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありません。しかしそれでもいいのです。皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが、私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから。災難が過ぎれば神聖が来たるもの。たとえ私がその時まで生きながらえたとしても、ただの風情のわからぬ盲目の老人。やはりこれ以上はやめておきましょう。おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに。もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いやはや、将軍様と客人方にお恥ずかしいところを見せてしまいました。いえいえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか。なりません。そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな。私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。そうだ、上里屋敷に行こう。あそこならきっと茶道具を借りれるはずだ。目が見えなくなって恐れ入りますが。
旅人さん、それと将軍様直々にいらっしゃるとは、どういったご用件でしょうか。シャブ業にある茶道具を貸していただけますか。はい、今すぐ準備してまいります。将軍様は中庭でお休みになられていてください。将軍様がいらっしゃったことをすぐに当主様にお伝えしてまいります。茶道具は準備が整い次第お持ちいたしますので。いえ、彼に会いに来たわけではありません。休むよりもこの時間を使って旅人さんと話をするつもりです。お手数ですが、茶道具の方はお任せしましたよ。はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいりますのでお待ちください。せっかく話をする機会ができたのです。私に聞きたいことが山ほどあるのではないですか。そうそう、オイラもそれが聞きたかったんだ。あの人の言ってた将軍様ってなんだかエイと全然違う気がするぞ。私がお茶を飲む機会はあまりなく、空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしていました。ですのでほとんどの時間、彼は前任の雷神、つまり私の姉である雷電誠のためにお茶を入れていたのです。もしかすると彼は二人の将軍に気づいていたかもしれませんが、ただずっと何も知らないかのように振る舞っていました。先ほど彼が言った理念も誠がずっと抱いていた現実に対する見方です。誠とエイの考え方ってすごく違うんだな。はい、それこそが私たちの間にある一番大きな違いでした。彼女が俗世で最も重きを置いていた考えは無双、すなわちより良い未来への承継だったのです。似た点もありますが少し違います。あなたが一心浄土に入ってきた時、願いを象徴する無数の星々が彼方の空で光り輝きました。それを見て私の心は動揺してしまったのです。今思えば彼女が正しくて私が間違っていたのでしょう。そんなことがあったのか。誠は私よりも遠くを見据えていました。彼女にとっての無双とは、願いよりも実体のない抽象的な状態のことだったのでしょう。願いが指し示すことのほとんどは特定の物質や結果です。それはそこで終わることもあれば、新たな願いにとって変わることもあります。誠が気にかけていたのは、人間に新しい願いを生じさせる原動力。その原動力は本能によるものであり、言い換えればそれも一種の永遠なのです。何を言ってるのかわからなくなってきた。わかりやすく言うと、誠は結果を気にしなかったのです。あの時の私にはどうしても理解できませんでした。全てが前へと流れているにもかかわらず、一体どうして永遠を保っていると言えるのでしょう。しかしそれが彼女の永遠に対する解釈でした。はい、以前の私は彼女が何か底知れぬ英知を手にしたからだと考えていましたけれど、ようやく分かったのです。誠のその考えは一見単純ですが、より成熟していて先を見据えた慎重な選択であったのだと。今のエイなら誠を理解できるのか。私の過去の永遠に対する考えはあなたたちも見届けたはずです。今の私はもう失ったものに固執することはありません。私と彼女は分かり合えたと言えるでしょう。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。この一式が最も将軍様にお似合いかと。へえ、とても趣のある良い品ですね。ありがとうございます。そんな将軍様からお礼を言われる日が来るなんて。将軍様は実は話の通じるお方なんだぜ。
人とも戻りましょう。あまり古山を待たせてはいけませんからね。将軍様、旅人さん、それとそちらの裁きの雷槌。自分で茶道具を探しに行ったのかな。私たちが以前見た記憶と同じように血脈の力をもってしてもそう長くは存在できないのかもしれません。じゃあ、あの人が入れたお茶を飲めないのか。それにさようならも言えてないぞ。血脈の中にある情報はあまりにも複雑で無秩序。このように再び彼に会えたこと自体がすでに貴重な縁とも言えます。でもせっかく茶道具もありますし、私がお茶を入れてみましょう。私は幾度となく古山がお茶を入れる姿を見てきました。何も問題はないはずです。できました。飲んでみてください。お茶を入れているとき、なんだかとても複雑な気持ちになりました。どう言い表せばいいのかわからないのですが、あなたの言う通りですね。今日は私の記憶を呼び覚ますものをたくさん見ることができました。そしてたくさんの人々のことを思い出しました。狐西宮、誠、それから私の目の前で去っていった友人たち。先ほどシャブ行でお二人に話したのはどれも比較的軽い話でしたが、今度は少し重い話をしたいと思います。500年前のあの災厄は、私から狐西宮という友を奪っただけではなく、誠とも英別させたのです。彼女もその災難で亡くなったのか。はい、彼女は私に黙って一人でカーンルイヤに向かいました。私とは異なり、誠は武芸に秀でてはいません。ですので何か危機が訪れた時はいつも私が代わりに出向いていました。しかしあの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで。いえ、
私を背後に隠したと言った方が正しいでしょう。そうです、時すでに遅し、ただ次第に息が細くなっていく彼女を見ていることしかできませんでした。彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間に入ること以外何もできなかったのです。あなたたちにとってはあの一心浄土のような場所がそれに当たります。そこで私たちは最後の別れをしました。同国する私は彼女の考えを理解することも叶いませんでした。どうして先にカンルイヤにたどり着いたのが私じゃなく彼女だったのか、どうして私に言わなかったのか、まさかかばうためだったとでも言うのか。私はそこで永遠を追求すると決心したのです。その決意を示すため、私は彼女の崩壊しそうな意識空間をとどまらせ、稲妻へと持ち帰りました。そうだったのか。驚くことに、稲妻へ戻ると陽光山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。そう、あなたたちも知る神王のことです。あなたと同じく、当時すべての人が当たり前のように神王は昔からあったと言っていました。なぜ私が驚いているのか、全く理解できないような顔をしていたのを覚えています。誰も疑う者はいませんでした。神王の存在は私の記憶と明らかに食い違いがあるのに、私だけがそれに気づけていたようなのです。結局私はそれがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。神王の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。なんだかもうオイラが理解できるレベルの話を超えてて、ちんぷんかんぷんだぞ。ええ、彼女のこの大地と人々に対する情愛に比べれば、私もまだまだです。もともとこの過去はもう二度と口にはしないと決めていました。決別を直視するのはとても苦しいことですから。ですが、苦味のあるお茶を喉に通せば甘い後味がついてきます。そろそろ全てを直視すべき時が来たのだと、そう思ったのです。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ。だったら。お兄さん、そうですね、あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさかその彼もカンルイヤの災いと関係が。オイラたちが知る限りではどうやら関係してるみたいなんだ。すみません、私もその全てを直接見たわけではありません。あそこに着いた時、凄惨な戦いはすでに終わりを迎えていました。それにあの時、私の心は完全に稲妻と親しい者たちの不幸によって埋め尽くされていましたので、おそらくあなたたちの役に立つ話はできません。そうか、残念だな。でも仕方ないか、エイにも同じように悲しい過去があったんだな。最後の一杯は茶人に捧げましょう。再び出会う機会をくれたこの運命に深い感謝を。じゃあ引き続き功績を追いかけようぜ。ええ、事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなります。
先ほどと同じように私に任せてください。おいおい、本当に大丈夫なのか？オイラたちを脅かすなよ。大丈夫です。戦闘は私の最も得意とすることですので。見切りました。稲光り、すなわち永遠なり。やっ、ストップ。タッセッタッフッフッ、裁きの雷フッセッセッセッハッセッ、そこフッ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 、タッタッセッ、そこ。大丈夫か？平気です。私は裁きの雷。ハッセッとフッ、ここより弱滅の時。見切りました。やっ、タッフッ、やっ、セッ、そこタッフッ、セッとフッ。稲光り、すなわち永遠なり。やっ、せっ、ふん、せっ、悪を切らねば。はっはっ、エイ、やっぱりここはオイラたちに任せろ。私は、すみません。大丈夫だ。エイは後ろで休んどけ。体力を回復しとくんだ。魔物はオイラたちがやっつける。あれ、またあの光だ。ここは一体。それに君たちは、将軍様、将軍様、まさか怪我をされているのですか？平気です。ただ体が思うように動かないだけで。我ら幕府武士、必ずや将軍様を最後まで守り抜いてみせましょう。野郎ども、かかれ！また魔物が攻めてきたぞ。いけません、危険すぎます。これこそ我々の使命です。危険を恐れていては、鼻から武器など握ってはおりません。将軍様、ご安心を。このような苦境に立たされた時こそ、神によって与えられた我々の力が意味を持つのです。それって神の目？そうです。神は全能であり、人間に力を与えます。つまり我々に深い期待を寄せているということでしょう。そして将軍様が苦境に立たされている今、我々はその誓いを果たさねばなりません。当時戦ってた人たちってどんな風に神の目のことを見てたんだろう。将軍様がどこへ行ったのか分からず、みんな絶望の淵に立たされておりました。しかし今、将軍様はここにいる。将軍様が再び皆の前に姿を見せれば、我々の心にある希望も再び燃え上がることでしょう。この希望こそ、暗闇を駆け抜ける光の道しるべとなるのです。さあ皆の者、共に戦おう。オイラたちも戦うぞ。おっと、そうか、わかった。安全には気をつけろよ。将軍様をお守りしろ。逃げ道はあります。先ほど
偉業を見届けよう。裁きの雷、よし、無我の境地。どうやら奴らの進行が止まったようだな。こんなにも激しい戦いを経験したのは初めてだ。ありがとうございます。休んでてもいいんだぞ。問題ありません。少し良くなりました。見事な手際、感服いたしました。あれら魔物は必ずまたやってくるでしょう。その時はおそらく獣域ハウンドのような小物だけではないはず。ここはすぐにでも将軍様に稲妻城へとお戻りいただき、大将の率いる軍隊と合流してもらうのが得策。それに将軍様の騎乗を目にすれば、きっと皆の士気も上がることでしょう。じゃあ、お前らはどうするんだ？我々はここに残って、魔物どもの足止めをします。これ以上奴らを先に進ませるわけにもいきませんので。仲間たちと協力し合えば、敵の数がどんなに多かろうと問題はありません。お任せください。戦うことこそ俺たちが最も得意とすることですから。将軍様は特別な存在。将軍様だけがこの絶望的な現状を覆し、我々を未来へと導くことができる。稲妻がいかなる脅威にさらされようとも、我々には将軍様を永遠に信じ続けるだけの理由があるのです。感謝いたします。あなたたちに誓いましょう。稲妻に明るい未来をもたらすこと。その約束が果たされるのは少々遅れてしまいましたが、少なくともこの瞬間からそれが守られることを保証します。将軍様のそのお言葉だけで我々はどんな困難にも立ち向かっていきます。きっとあなた様と共に稲妻が失ったものを全て取り戻してみせましょう。浄土を開港せしは永遠なる鳴る神なり。浄土を開港せしは永遠なる鳴る神なり。消えちゃったぞ。彼らに対してであり、私に対してです。人々の犠牲は私に計り知れないほどの苦痛をもたらしました。私は彼らが自身の一切を燃やし尽くす姿と光り輝く姿を無視していたのです。その結果、何百年もの間彼らの意志をないがしろにしてしまいました。彼らに何を言っても意味はなく、彼らは地脈の中に漂う記憶に過ぎない。たとえそうだとしても、私は彼らに、今まで私を信じて疑わなかった人々に答えなければなりません。おいら思うんだけどさ、思いに答えてくれたのがたとえ何百年後だったとしても、それでも報われたんじゃないかな。慰めてくれるのですね。ありがとうございます。しかし、これはもとより稲妻の神がやるべきことです。私は行動するのが遅すぎました。先ほどの武士が言ったように、私は戦士の担うべきことを全て引き受けていればいいとだけ思っていました。ですが、稲妻に必要なのは誠のような人物です。たとえ私と誠が全く異なっていて永遠に彼女のようにはなれないとしても、私のやるべきことは彼女と同じであるべきなのです。ええ、強くてたくましい誇るべき存在です。人々に崇められるライデン将軍が
彼らの足を引っ張ってはいけませんね。お、どうやら考えがまとまったみたいだな。稲妻には新たな変化と可能性があります。しかしそれと同時に時間も必要なんです。過去が私たちに残した傷跡は未来へと至る時間の中で癒されていくことでしょう。どれほど時間を費やすことになろうとも私はやり遂げてみせます。これは私自身が約束したことですから。獣域ハウンドを一掃した今、この件も解決へと向かうことでしょう。今のところ奴らがこれ以上の脅威をもたらす気配はありません。原因の究明や傷ついた神王の手当てなどについては天領奉行か社奉行の者に対応させます。おう、じゃあ行こうぜ。えい、すごく落ち着いてるように見えるけど内心はざわついてるんじゃないかな。なんかエイってここ最近ですごく変わったよな。お、どうしたんだエイ、早く行こうぜ。どうしたんだよ、また具合が悪くなったのか。体が動きません。どうやら事態は私の思っていた以上に深刻なようです。いえ、彼女が私を呼んでいます。今が絶好の機会でしょう。私の体を支えていただけませんか。鳴神大社の下にある洞窟へ行きましょう。洞窟？中に何かあるのか。そここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場です。ひゅっ、逃げ道はありません。着きました。入り口はここです。うわ、鳥が現れた。また悪化したような気がします。でも大丈夫です。なるべく早く全てを終わらせなければ。ここはかつて私が直々に封じた雷電誠の意識空間への入り口。どうやら彼女はもう私にこの体を好き勝手使わせる気がないようです。あ、どういうことだ。彼女って誰だよ。誠のことか。ついてきてください。ついていくってどこに。って、うわー、頭がクラクラするぞ。どこかに引き込まれたみたいだけど。あ、この場所って。おい、あっち見ろ。もう一人
またお会いしましたね、旅人さん。この身は内なる者の協力者であり、規則の守護者。内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか人形の将軍か？あなたは私の体で属性をめぐり、永遠の身体をつかんだようですね。今の自分の方が過去の自分よりも決意が固く、考えが正しい、そう思っているのでしょうか？それは新たな考えを得たから、それとも抗うことのできない摩耗を受けたからですか？それをあなたに答えるために私は来たのです。私たちは武人、今この場における対話は刀を交えることのみ。雰囲気が一気に変わったぞ。大丈夫なのか？先ほどの不調は私に体を使わせまいと将軍が抵抗していたからです。彼女が言ったように、私が変化する考えを持った時点で彼女は私を敵とみなします。ただ意識空間に入れば、私は彼女から独立した存在となり、干渉を受けることがなくなるのです。将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時にここに現れて私と対決するのです。エイはどんな困難があってもやり遂げるって言ってたけど、まさか自分と戦うことになるなんて誰も想像してなかったぞ。エイと将軍が戦うなんて。私が将軍に定めた規則、いえ、将軍こそかつての私の理想、永遠の礎であり揺るぎない存在。必要がなければ私は彼女を変えることなどしません。もう他に方法はないのか？手を出さなくても丸く収まるみたいな。でも二人とも稲妻のためを思ってやってるのに。この身は無常なる威厳を象徴し、一国を滑る権限を与えられ、雷電将軍の一切を凝集したもの。当然のことながら、エイが前進する中、絶え間なく失われていく苦しみと永遠を目指す決心も受け継いでいます。これも全て摩耗に対抗するため。決心、勇猛、愛を、憎悪、その全てが時間という長い川の中で歪み変わっていくのです。規則のみが永遠を保つことができる。確かにそれがあなたを作った時の私の考えでした。同時に私が越えなければならない高き壁にもなったようです。あなたは私の敵になるというのですか？私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は市民に夢を与えし、ライデン、エイ。この場所って。おい、あ、もう一人。またお会いしましたね。この身は内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、あなたは私、今の自分、それは新た、それをあなた、私たちは無事。先ほどの不調、彼女が言ったよ。ただ一将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時にここに現れて私と対決するのです。エイと将軍、私が将軍に、必要がなければ。もう他に方法はないのか？手を出さなくても丸く収まるみたいな。でもこの身は当然のことながら、これも全て決心、規則のみも。確かにそれが、同時にあなたは私、私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は
市民に夢を与えし、ライデン、エイ。見切りました。さっ、愚か。遅い。無礼者。裁きの雷。はっ、ふっ。ひゅっ。てっ。てっ。たっ。ふっ。てっ。見切りました。ふっ。黙りなさい。てっ。この目で属性を見届けます。稲光、すなわち永遠なり。てっ、裁きの雷。ふっ、はっ。邪魔者の粛清を。下がりなさい。ひゅっ。ふっ、てっ、三つ。ここで倒れなどしません。ここより、若滅の時。てっ、裁きの雷。てっ、くっ、ストップ。空に舞う狐の王河はやがて漆黒の雨へと変わりました。地脈が流れ続ける限り時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。稲光、すなわち永遠なり。てっ、はっ、ふっ、滑稽です。たっ、よし、見切りました。しっ、ふっ、せっ、たっ、ふっ、そこ、ひゅっ、裁きはすでに裁きの雷。よっ、ふっ、はっ、悪を嫌う。主湯の宝衛、はっ、おほう、おほう、むばあめらよ。ここより若滅の時、逃げ道はありません。ライフソロエーネライヒア。はっ、ふっ、やっ。ライメイ。滑稽です。はっ、ひゅっ。たっ、ふっ。無力なり。ふっ、ひゅっ。はっ、やっ。無念無双。無我の境地。はっ、ふっ、ふん、せい、せい、しっ、はっ、裁きの雷。ち、ち、せい、はっ、たっ、雷鳴。ひゅっ、ふん、裁きはすでに下りました。稲光、すな、稲妻を包む神の雷光は、雲の中で静かに消えるでしょう。あの世の人は永遠に二度と現れないでしょう。ひゅっ、遅い、やって裁きの雷。無我の境地。黙りなさい。さっ、万代をもって葬り去りましょう。そこ、逃げ道はありません。さっ、滑稽です。終わりです。無礼者。ここより若滅の時。はっ、裁きの雷。鎖を断ち切る。ふっ、ひゅっ、無力。滑稽です。ふっ、はっ、無力なり。逃げ道はありません。ひゅっ、この目で属性を見届けましょう。稲光、すなわち永遠なり。ふっ、ふっ、永遠はなかったのです。やっと倒せたのか。その武芸、衰えてはいないようですね。しかしその意志はいつまで持つでしょうか。そんな。ここは意識空間。彼女の存在はそう揺らぐことのない。彼女は魔王に対抗するために生まれました。意志に関しては彼女は生きとし生けるものの頂点に立つでしょう。当然あなたも私も含めて。じゃあこの戦いって終わりがないってことか。よもやそれもありえなくはないでしょう。ですが私は今の私の意志が決して魔王による産物でないことを
彼女に証明しなければなりません。私の切り開く未来はきっと魔王にも耐えうるほど偉大なものであると。これを乗り越えなければ将軍の規則を変えることはできません。稲妻も前進することはないでしょう。これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私は彼女を倒します。500年前、人間は戦うことで自らの力を証明しました。そして今、彼らは願いを頼りに新たな道へ歩もうとしています。まるで古き桜が新しい枝を伸ばすかのように、そろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりません。はい、わかっています。ですがもし誠の言った無双こそが正真正銘の永遠なら、将軍のいない主婦など恐るるに足りません。稲妻の果てしない未来のためならば、どんなに長い戦いも永遠の中の一瞬に過ぎないのです。私は稲妻の臣民に必ず帰ると誓いました。この誓いはあなたが見届けてください。私のいない間、すべてを巫女たちに任せます。でもそれじゃあ、私の言葉を伝えてください。わあ、誇り高く臨前たる、オイラたち追い出されたのか。どうするんだよ。本当にエイと将軍をあのままずっと戦わせるのか。ああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でもそうだろう。しかもエイって頑固だから、あそこで壁にぶつかったらそのまま足を止め続けることになっちゃうかもしれない。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたら、もう出てこない可能性だってある。おう、エイがこの試練を乗り越えられるよう、前みたいにあいつを手伝おう。エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接勝つ方法ってないか。何が何でもエイをあのまま中に残しちゃダメだ。でもあの場所にはもう入れないし、手伝うって言ってもまず中に入らないと。どうしたらいいんだ。そうだ、巫女だ。巫女があの不思議な空間のことをどれくらい知ってるかはわからないけど、もう他に選択肢もない。早速あいつのとこに行ってみよう。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。